かごめかごめ、本当の話は怖いぞ。いつやってくる夜明けの晩に、ずるとカメがやらかした。正義感とか核の言葉がすり込まれてる。
アイカレットタイムアイカロニーライブプレミアムにお越しの皆様ごきげんよう。私たちアンフレディアです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして配信をご覧の皆様もごきげんよう。ごきげんよう。ということで自己紹介させてください。はい、お嫁さんにしたいナンバーワンアイドルに輝きました七橋いのりです。イエイ。来て来て。はい、リーナの、あ、ありがとう。はい、リーナのことを大切にしてくれるする、あなたの元へ飛んできたいおたはねリーナです。よろしくお願いいたします。リーナありがとうございます。はい、心も体も真っ白、真っ白のこと大阪真っ白です。よろしくお願いします。真っ白。はい、拳上げるよ、せーの、絶対負けねー。青森県出身、スレちゃんこと綾坂セレアです。よろしくお願いします。スレちゃん。はい、あなたも私もこっちをみるみる。熊本県出身、最年少みるみること森崎みるはです。よろしくお願いします。みるみる。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、うん、今からめちゃくちゃどうでもいい話してもいいですか？うん、ダメ。え、ダメだね。ダメだというので次の曲に行きたいと思います。いや、ね、あ、いい？話してもいい？話してよ。あ、優しい、いいのに。優しい、優しい。あげやすかった。話したかったの、あのね、うん、りーちゃん、人面膝持ってるんですけど。何？人面膝？うん、あの、人面膝って、うん、お膝がね、人の顔に見えること、うん、見える膝のことを人面膝って言うんだけ ど、ね、そう、私これね、斉藤さんって呼んでるんだよ。誰だよ。斉藤さん。見えないわ。斉藤さんと、うん、あの後藤さん。え、斉藤さんと後藤さんって言って左右違うんだ。そうなの。あ、違うの。だから今日はみんなの膝は何顔かなと思って。何顔とかあるの？ないよ絶対。見ていきたいと思う。あ、それは絶対あるんだ。あるある。あー、絶対。そうなの。そう。え、じゃあ、イノは？イノは、あ、ちょっと伸ばして。伸ばせない。そう、伸ばさないと。あ、イノは、これはね、はい、いいよ。何？いいよ。あの、いいよ。これはニーノさん顔。ニーノさん。うん。え、じゃあ、マシは？あ、マシ。マシ。あ、マシもね、結構、あ、ゴツメだね。ゴーダさん。ゴーダさん。いや、適当に言ってるわ。適当。いらないよ。ゴーダさん、ゴーダさん。いや、適当に言ってるだけだよ。捨てる膝って感じ。膝何？顔ないんだ。顔ないんだ。ない人もいる。見るが、ちょっと見てる、似てないなんか。似てる。似てるよ。後藤さんと斎藤さん。あ、ハーフ？ハーフ？ハーフ。ハーフなの？ハーフだから。後藤さんと斎藤。あ、生まれた？あ、生まれたんだ。今ここから生まれたらごめんなさい。らしいので、はい、らしいです。まあそんな話なんだけど、どうする、次の曲いく？もう、あ、もう冷めてる、冷めてる。あ、もうちょっと伸ばしたかった。ダメ、もうちょっと伸ばしたかった。あ、時間あるってこと？ダメか、膝ダメな。ちょっとね、あの遠くの人は見えなかったと思うから、ぜひ今度は特典会で膝見せるから。もうこの後みんな膝しか見ないよ。そうだよ、この後。ちょうど今日いい位置にいるからね、みんな。膝、膝ライン。やだ、恥ずかしいね、なんか。膝ライン。そうそう、顔を見てください。顔見てください。そしてね、私たち、あの、グループカラーが、あの、白となっておりますので、サイリウムぜひ持ってる方、はい、白最後振ってくれたら嬉しいなと思います。最後はね、あの、この曲、一曲だけやって帰るんで。はい。はい。白振ってください。はい。それでは、ラストの曲、参りますよ。聴いてください。ディストーション。
クラブマルコムさんにて私たちの定期公演が始まっております。時間は夜の7時からなので、詳しい情報はツイッターをご覧になってぜひ来てください。はい、そして私たちは3月の21日にマグネットバイ渋谷109の場所でワンマンライブが決定しています。この後の終演後特典会でチケットを手売りしていますので、ぜひ予定を空けて遊びに来てください。はい、そして私たちとても重要なライブが3月5日土曜日にあります。こちらアイドルコロシアムというものに参加させていただくこと決まりまして、こちらがですね、動員がとっても重要となっておりますので、本日アンヘレリアいいなと思ってくださった方はぜひ3月5日土曜日のライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私たちね、主演後チェリガさんの後に特典会ございます。ただいまご新規様初席無料となっておりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。それでは以上、私たちアンフェリアでした。